発泡スチロールの上滑ってるみたい全然滑らないあれこんなんでいいのかなちゃんと狙って小泉さんもアタックした後、こうやってお尻のあれでタイミングをつかまえて癖としてやめた方がいい、はい、全部踏みっぱなしに滑ってどうしても、はい、そうすればなくなってきたから3本目がさ、こう内藤して入ってくる内藤してたからはいはいはいこの次もまた丁寧に滑ってくるじゃなくて、ボールの手前で足首を曲げて爪を倒して圧をかけるこうやってそうすると角が立ってトップが爪が前に出てここに圧がかかるそうするとスキーがこうやって入ってきますから、はい、もっと真っ直ぐに行けるそれでも十分曲がっていきますからお尻落としても息は立たないし圧が十分かかるんでスキーは逆に行く良かったね、そうじゃなくて、ちょっとね、こういう角度、重量感がないから、ね、早く、ボールの手前で、ちゃんと動いてくる。ボールがさ、あとこうやって滑り抜いてる。